こんにちは、転売アカデミー堀秀夫です。今日はアマゾン輸出は自己流では稼げません、きちんと相談してくださいという、動画です。転売アカデミーのサポートを受けていただいてですね、3000ドル超えました。このご報告をいただいてます。これは、3000ドル超えるとですね、月額サポート代金27,500円が16,500円に値下げさせていただいてますんで、ご報告いただいたり、あるいは積極的にね、皆さんのモチベーションになるならということで、報告していただける方に報告していただいてます。今ね、この月30万売り上げて、月利益10万円。このハードルが、円安のおかげで2500ドルに下がったんで、ぜひ2500ドル突破した人はですね、画面キャプチャーとともにお知らせください。で、大体そうですね、普通にまめに相談、報告していただいている方は、3ヶ月以内に大体この3000ドル、あるいは2500ドルっていう壁は突破してます。中にはね、そのまま3ヶ月ぐらいで1万ドル突破している人もいます。で、稼げない人、ね、あまりパッとしない人の、傾向として、ちょっと気になる質問があります。みんなはどうしてるんでしょうねっていう質問ですね。これね、初心者が稼げない一番の理由は、みんなと同じことをしようとすると、ね、いうことがあります。転売ではみんなと同じは稼げません。例えばね、新しく、学校に入ったと。みんな何やってんのかな、何もわからなかったら、周りを見てみんなと同じようにする。それは当たり前ですね。会社でもそうでしょうし、なんかの遊びもそうだし、趣味で、ゴルフを始めた、釣りを始めた。そういうこともそういうふうに、周りがどうやってるかを見て同じようにすると思います。ただこのやり方はですね、こと投資、株式投資とか FX とか、あるいは転売、そういったものではですね、全く成功しないです。みんなと同じことをやると、みんなと同じく稼げないと。そんなわけで、私はみんなと同じようにならないような稼ぎ方をこうするんですよ。みんなと同じようにならないように、こういうネタを選びましょうっていう視点で、サポートさせていただいてます。ですんでですね、せっかく転売アカデミーに入ったのに、無料の情報なんかをチェックして、無料の情報を発信している人っていうのは結局、お金を取れる情報を持ってないと。で、お金を取れる情報を持っていれば最低限、何人もの人にサポートするわけですから、事例は集まります。トラブルを解決するっていった点では、少なくとも、情報が集まっている人の方が全然解決できると。ただ、その、みんなと同じようにならないように、どうやったらネタを選べるようになるか。この教え方がかなり難しいんでですね。正直私も、スカイプでお話を聞いて、あるいはチャットワークでまめにやり取りをしてじゃないと無理です。マニュアルみたい、あるいはこの動画だけでですね、こうやるとみんなと差がなくなりますよっていうのを、初心者の方に伝えることはできません。そんなわけで、スカイプサポート、毎月1回つけてますし、チャットワークもね、何度も相談できますんで、せっかく入ったんで、まめに報告してください。今までね、サボってたり思うように言ってなくても、今から報告していただいて、普通に2500ドル突破すれば、そのままね、そんなガツガツやんなくても、そのまま商品を、儲かる商品を見つけるのを増やし続ければ、年末のホリデーシーズンで一気に稼げますんで、何しろまめにご報告してください。みんなと同じってのを稼げないっていうのはですね、これ何度言ってもよくいただく質問なんで、なんでかなと思ったんですけど、やっぱりね、わかんないことやるときみんなと一緒にのことをやりたいっていうのは普通の心理かなと。ただ、こと転売においてはそのやり方だと稼げないと。まして初心者の方が、調べた情報で、これならできると、ね、全くみんなと同じになっちゃいます。で、何度も何度もこれ言ってますけど、ツールを使うなのですね、無在庫とか、それを初心者の方がやったらもう本当 100% 稼げないです。もうね、中には稼げる人もいますとかっていうことを言うと誤解させちゃうんで言いますけど、どうやって稼ごうと思うレベルの初心者の方がツールを使って無在庫出品したら 100% 稼げないです。ですから、アカウントを危険にするだけなんでですね、せっかく転売アカデミーのサポートを受けてるわけですから、そのつまんないツールを使ったりせずに、ぜひどうしたらいいでしょうと、ね、こういうことやってますというご報告をしてください。初心者の方でも2、3ヶ月で稼げるようになってます。
問題は自己流であったりね、なかなか、報告とか相談する習慣がない方が、時間かかってる傾向がありますんで、この話はまめに何度もしようと思います。初心者の方がみんなと同じことをやっても稼げないです。相談してください。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。